さあ何買おうかな。バランス2かな。これなんかすごくね。よし。あ、ワークショップってなんだ。深さ2。あー、彼らがこれ以上レベルが上がるぞ。ちょっと待って、金ねえわ。よし、金稼ぎに行くぞ。また土地買いに行かなきゃダメだ。あ、これ36、37って。28ってなんだ。さあ、どこの土地買い付けるかな。この辺とかいいんじゃね。鹿さん近くにいるとありそうじゃね。オッケー。あ、2000円持ってない、2000ドル持ってないとダメだよって言われちゃった。ローンしますよ、そりゃ。1000ドルローンします。ローン、よし、いいね。衝撃的だな。出動するのに2000ドル必要だったか。左側金額死んでね。これまた2人だな。これでも売り場所どっちに置くかだね。結局真ん中がちょうどいいんじゃね。あ、見っけたか。有能だなお前。よし、褒めて使わそう。この辺かな。これ実は真ん中が一番うまくいくんじゃないかな。よし、君も見つけたな。今回よりの2人は同じぐらい有能だったな。これぐらいか。あれ、あ、なんかちょっと引っ掛けた。よし、馬車が必要で、今は下がってきてるけど、こっちで上がってるから一頭だけ売りに行こうか。よし、俺は金持ちにならないといけないんだ。あ、上がってきてる、上がってきてる。よっしゃ、売れ売れ、今だ、今がチャンスだ。まだ上がんな。馬車3台体制だ。で、この間にもう一個油田を探せ。なんかほのぼのしてるな、このゲームな。あ、てっぺんまで行ったね。ちょっと今値段落ちてきてるけど、まあ、まだ売っていいな。さあ、油田を見つけたお兄さんのところで、油田を発掘すると、まあ、とりあえずこれぐらいの深さで様子見たいな。これ0.9ドル切ったら売るのやめよう。あ、てか右で売れるようになるな、多分そうすると。切ったな。これ一旦ちょっとみんなチャージモード入ってもらって、あれ？違う違う違う、あれ？よいしょ。で、こっちで売ろう。この辺かな。あ、右にいる、右にいるじゃねえか。あ、捨てた捨てた、よかったよかった。さあ、あとは今値段上がってんのか、ちょっと見てなかったな。あ、今これ 1.01 で止まってるな。左が死んでる、価格が死んでる。これあれかな、なんか線が長いとうまくいかないのかな。こうする？枝分かれできるようになったから、こうすればもっと吸えるようになる。あ、もっと吸うようになった。絵的にちょっと吸うようになった。さあ、あ、左が値段、あ、右か、右が値段落ちてきたな。でももうちょっと馬車多くていいな。多分左がだんだん値段上がってきてるから、また1ドル超えるぞ。もう1ドル超えたら全力売りだな。あ、もうこれ左にしていい、左にしていい。よっしゃ、売り切るんだ。油なんか持っといてもしょうがないぞ。全部売れ。馬車投入。あ、でももう下がってきた。思ったよりも値段下がるの早いけど、今度右側が上がってきてるな。あ、これクリックすると。あ、なるほど。2段階で太くなるってことか。なるほどね。へえ。よくみんな気づいたね。すごいわ。じゃあこれも太くできんじゃね？さあ、いいね。あ、今回意外といいペースで売れてんじゃない？すんげえ金もらってるぞ。あ、最後1ヶ月だ。今回は全然石油が枯渇しないね。でもこれもう右で売り抜くしかないな。左はもう落ちるだけだ。右も落ち始めてるけど。あ、壊れた？壊れたのかな？
なんだこれ、スプリングオイルがどうのこうのって言ってるね。あ、違う、これたんまり溜まっちゃったのか。あー、吹いてる吹いてる遅いよ遅いよ。あ、でも1万超えたぞ金、すげえな。あと6日間、もうどんな金額でもいいから売り抜け。これドリル太くする必要なかったというか、むしろ太くするんだったら2台でよかったんじゃないかって感じだね。いやー、いい感じだったね今回。まあ俺が一番利益を出したわけですわまあこれが石油王の力だわ。なにこれステーブルって、あ、これ馬のランクが上がるのか。じゃあまずまず借金返すか。あ、返したのか今の。したらタウンホールでまた場所を決めに行こう。なんか買えるかな、ワークショップで。あー、買えないわ、馬もやべえな、無理だなちょっと今回は何も買えないな。さあ次どこ買うか。これ42って何なんだろう、これ掘れた量なのかね。さあじゃあちょっとこの辺調子良かったからこの辺買ってみるか。あれ、え、なんで俺2番目なのあいつの方が金持ってたから、もしかして違うか、むしろ金持ってなかったから。よし行くぞ。これ多分ドリル太くすれば2個で十分説ある。ほら早く見つけろ、もう準備してるぞ。お、お前有能、えい。あ、もう一人も見っけたな。どうしようこれ、どこに置こうかな。ちょっと右の方置く。あ、でも左の右の方が多分値動き激しいところだな。で、馬準備、馬準備で、まず売ってこい、まず売ってこい、左で売ってこい。両方とも幸先いいな、すごい。 1.3 ドルまでいってる、馬増員、今だ、今がチャンスだ、売り抜け。これ今すげえ儲かってるんじゃね。その確かに枯渇する可能性もあるから3つ欲しいっていうのはよくわかった。確かにそうだね、さっきはたまたまでっかいの掘り当てたからよかっただけで、もしかしたらちっちゃいかもしんないからな。よっしゃ、売り抜け売り抜け。右もすげえ上がってきてるな。でもまだ左で売れ、まだ左で売れ。やばい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 、馬足りてないぞ、馬足りてないよ。もうそろそろだな、もうそろそろ逆転するぞ、もうそろそろ逆転するぞ。あ、逆転したぞ。はい、反対側で売りなさい、馬が足りてないよ、働け。売るんだ売るんだ、あー、やっちまった、やばい、まだまだ馬足りないか。これドリル不定のすげえな。わかった、君が見つけたのはわかった、あの後で足りなくなったらそこ掘るわ。すげえ、右 1.4 ドルとかすごいな。ちょ、馬足りないぞ、働け働け、馬頑張れ。ちょっと馬起きすぎたかな。あ、枯渇した、右が枯渇したぞ。ちょ、待って、多分ちょっと深めだな、この辺だと思うな。すげえ渋滞しちゃってる、渋滞しちゃってるつうかこれビューンって伸ばせばよかったんじゃないか説もあるね。これもう一人用意した方がいいな、もう一個湯で見つけてこい。これタンクいらなかった説ある、今のところ。あ、でも左下がって今右も下がってきてるから、もしかしたら一回ための時期が来るかもしれないな。でも馬の渋滞が起きてるんだよな何してもやっぱ俺は渋滞から逃れられないのか。とりあえずどうなんだろう、でも1ドルまた 0.9 ドル切ってぐらいでいいような気がするな、売りやめるの。次あんな上がるかわからんし。よいしょ、この辺かしら。あ、左止まってる、左止まってる。なんだこのゲーム、クソ忙しくなってきたぞ。あー、左で売るのやめなさい、左で売るのやめな、もういいもういい一回貯めよう、一回貯めよう。お、すげえ、一発で見つけたぞ俺、天才か。これでもすぐ溜まっちゃうんじゃねえかな。あ、溜まってからでいいな。すげえ馬待ち馬がめっちゃ待ってるわ、仕事ないみたい。
あとお前早く見っけてくんねえかな。いや、できれば左の方で見つけてほしいんだよな。その方がやりやすい。さあ、あー、ダメかな。いっぱいになっちゃうかな。いっぱいになるっぽいな。いっぱいになるな、これ。なったな。おー。うわーって動いてる。0.8 超えたな。85超えたら買い始めよう。あ、違う、売り始めよう。よし、売れ。つか君まだ見つけられないのか。君は無能か。あ、来てるね。いいねいいね。左だいぶ上がってきてるな。これ 全売りだ。全売り。まだ早いかな。いや、いいだろう。売ってしまいなさい。え、君はまだなのか。もういいんじゃないか。わからないならわからないって言いなさい。お、ラストマンス。やばいよ、ちょっとお前早く見つけてこいよ。やべえ、こいつ多分偽物だな。枯渇したな。これはもう逆にここでいいんじゃないか。もうだってあいつ、あれ、あいついなくなったぞ。帰ったか。もう俺もしかしたら掘り尽くしたかもしれないぞ。多分このままが一番最高利益だと思うわ。あと10日間待ちましょう。さあどうなんだろう。油田ほんとないのかな。あんじゃねえかよ。全然あんじゃねえかよ。あいつやっぱ無能だったわ。あ、違うな。さっきのデプスってやつができると、多分あの深さを見つけられるようになるんだ。ね、そうだよね。探知の深さを深くするやつ、それだよね、多分ね。まあ、今回も俺がトップだわ。これ楽しいぞ。これなんかすごい地味だけど楽しいゲーだな。これとりあえず、ワークショップで、俺はあいつの能力を上げる。え、てか俺がこの辺で当てまくってるせいで、なんか他の奴らもこっち真似してきてるわ。マジか。てかこの人たち、あ、そっか、能力何持ってるか見れるね。サイズ2にしてるな。こいつ何も買ってねえじゃん。そりゃ俺こんだけ投資してんだから、そりゃ稼げるわ。よーし。あ、来た来た。有能だ君は。でも深いところ掘り当ててるかもしれないんだよな、もしかしたらな。ワンチャン深いなこれ。あ、見っけた見っけた。あ、いいねいいねいいね。とりあえず今左で打っとこ。あ、見つけた。君も見つけたな。よし、よくやったよくやった。あ、今度浅かったな。なんだ君は。 Do you know with Shings なんだ。知らん。知らん。ライトボタンとかって言ってたな。あ、右据えてないね。右据えてないわ。よし、早く打ってこい、早く打ってこい。で、右が今度上がってきてるから右に変えるぞ。よし、右。左では売るな。で、探索部隊用意して、次、馬だぞ、馬。馬。馬。これ、忙しいな、このゲーム。もう売っていいぞ、もう売っていいぞ。右がまだ上がってるな。馬が足りないな。これ、パイプ太くすんのやべえな。この増えるゲージよりも売る方が多分時間かかるから、この距離があったりとかするから。そのために数頭やっぱこのタンクにずっと送り続ける馬が必要ってことなんだな。あ、見つけてんな君。ちょっとそこで見つける。この辺掘ってみるか。これもう一個増やして、パイプ太くしよう。で、左が落ちてきてるな。左落ちてる。この辺で売りやめるか。80行ったら売りやめよう。で、今貯めよう。あ、見っけたぞ見っけたぞ。よし、よくやった。で、馬買え、まあ、全力で馬買って、タンクこれ以上置くのまずいな。タンク2倍必要だな。あー、ほんとだ、左側が枯渇してるな。やっぱこいつは常に動かしとかなきゃダメなんだね。やばい、タンクが、タンクこの辺置いちゃう？この辺置くか。
いっぱいになっちゃうもんな。あ、見っけたぞ、見っけたぞ。よくやった。え？あ、金がないのか。左で売れ、左で3頭ぐらいで売ってこい。いや、4頭、4頭いっていい。多分ちょっと深いな。探すの時間かかったからやや太いと思う。太いじゃない、深いと思う。で、もうまた探索させとかないと、ほら、右側も枯渇してるだろ。あ、そんなに深くなかった、もしかして。突き抜ける？あ、でもこれ、すげえでかいの引き当てたんじゃない俺。太くしろ。君、早く見っけてくんないかな。あー、こっちも枯渇してる。もうお兄さん、もう二人増員、増員。売れ、売れ、売れ。馬もっと用意しろ。さあ、ボーイさん、あ、よし、見っけたぞ。よくやった、よくやった。この下にまだあるんだな。おっと、だいぶ深いのか、これ。あ、来た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 。掘り当てたぞ。で、太くしよう。もう全力でせ、全力で。あ、てか、右で打った方がいいじゃん。見えてない。馬増員だ。絶対元取れる。行くぞ。今回右も左も似たような値動きするな。同じタイミングで上に上がるわ。さあ、売れ売れ、売るんだ。ん？どこで見つけた？君か、君か。いいとこで見つけた。よくやった。値段下がってきてるな。左も下がってきてるんだよな。もっと下かな？上行くべきだったかな？下っぽいな。あ、見っけた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 。よくやった。もう太くしろ太くしろ。で、値段は、まあ、下がっては来てるけど、また8580切ったら売るのやめて、貯めよう。なんだ君は。なんか12月はボーナスみたいなこと言ってるな。ってことは貯めときなさいってことなんだろうな。あれ、ボーイさんはもういなくなったか。もう一人じゃあ雇っとくか。これはもしかしてもう探索範囲にはないのか。ってことはこいつちょっとこの辺見てみるか。見えない深さにあるだろう多分。ねえか。そんなに甘かないか。てかタンクがもうやばいぞ。マジこれ意外と金の無駄なんじゃないかって気がしてきた、このドリル。やばい、もうタンク置けない。ちょっと打ってこい、ちょっと打ってこい。右も上がってきてるぞ。ちょっと右見ながら行かないとダメだな。これ多分値段逆転するね。あ、やばい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 。でも無理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 。こっちでも売れ、こっちでも売れ。やばい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 。すげえ根を張っているが全然油田がないんだが。これどういうこと？これもう本当に油田ないかもしれんな。右側下がってきたな。あ、左側も下がってるわ。うん、むちゃくちゃだ。馬足りねえんだ、馬足りねえんだ。ちょっともうもう、あ、これ以上は無理だって。15頭が今マックスなんだ。あ、油田発見した、油田発見したぞ。あ、てか、いや違う、発見したんじゃない、これ同じの吸ってる。とりあえず全力売りでタンクの空きは出てきてるから。ただもう油田がないんだよな。これはもう結局もう油田がここしか残ってないのかな。ちょっとさ、探索しよう、この辺探索しよう。よし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 。もうここまでしてなかったらもうねえだろう。これが最後の油田かもしれない。したら売らなくていいんじゃね。12月だってあれだろ、なんかラッキーデーみたいなの始まるんでしょ。貯めとこう。あー、もうでも枯渇しそうだけど、でもいいんだ、枯渇していいんだよ、吸い切っていいんだよこれで。で、最後の1ヶ月で売り抜けばいいんだもん。よし、ラストマンス来た。多分左が上がる。左に全突っ込み、全突っ込み。売れ売れ。売り抜けないか、ちょっと溜め込みすぎたか。でもだいぶ今までとは違うレベルで収益あるぞ。おもう終わりか。あ、でも掘り尽くしてんじゃねこれ。イエー、パーフェクト。あ、延長もできたのか。なるほどね。
あ、すごい。ボーナス、オール、違う。フォー、オール、オイル、デプレテッド、1000ドル。イエーイ。これ、値動きすごかったな。だんだん読みづらくなってくんだね。まあ、ダントツですわ、私が。いや、お金持ちって大変だな、ほんとに。なんか、あ、おっちゃんもにっこりしてる。よかった、よかった。まあ、そんな感じで、とりあえずこのゲームは終わりにするか。あ、これめっちゃ面白いね。なんか一人で時間潰すのにめっちゃ使えそう。これおすすめ。買った方がいいよ、これ。これ、くっそ面白い。